はい、どうも、皆さん、どうも、どうも、どうも、こんにちは。私が、アキラチャンネルの、アキラでございます。はい、ということで、本日の Vlog ボリューム5をやっていこうと思うんですけども、最近ちょっと私、忙しくて、ちょっと動画の更新頻度が、落ちてるんですけど、まあ、週に1回、もしくは2回ぐらい、ちょっと動画上げたいなと思ってますんで、皆さんどうぞよろしくということでね、はい、やっていこうと思います。本日も私お仕事して、子供が寝て、ようやく今動画を撮ってるという段階なんですが、まあ、もうあとは寝るだけなんでね、皆さん今日もお疲れ様でございました。乾杯いたしましょう。本日お仕事だった人はお疲れ様でございました。本日休日、明日からお仕事という人は明日からまた頑張りましょう。そして今日も休みで明日も休みだという人は、非常に羨ましいということで、皆さんね、お手元にあるコップなりグラスなりペットボトルなり缶なりをお持ちください。ない人はエアーでも構いません。それでは本日一日お疲れ様でございました。皆様にご多幸があることを願って、乾杯。よし。うまい。よし。うまい。うまい。美味しいですね。コーヒーはいいですね。ちょっと今日は声のトーンが低めですねと思ってる人もいるんじゃないでしょうか。そうなんです。子供が起きちゃうからね、ちょっと声のトーンを下げてるんですけど。まあちょっとコメント返信から参りましょうかね。またたびさん。またたびさんも、かわいい猫さんが、トップ画に映っておりますが、この猫は何を驚いて何を見たんでしょうかね。この猫さんは一体何を見てこの表情をしているんでしょうか。頭にリキッドボトルをビルドしている。あれはね、リキッドボトルじゃなくてね、こういうろうそくですね。これね、これ光ってるでしょ。これね、電池でこう光るという、こうお仏壇用ですね。100均で売ってた。ちょっと高齢の人とかは火を使うと危ない場合があるんでね、こういうのを使えば、まあ、いけるという代物でございます。これなかなかかっこいいでしょ、これね。はい、それでは、ちかしさん、いつも楽しく見てます。あざす。やっぱりオレオナミンだったんですね。私はね、まあ、まごうことなきね、オレオナミンですね。完全にオレオナミンだね。オレオナミンというものがわからないという人が、いると思うんで、ちょっとご説明いたしますけど、YouTube、今もう引退していないんですけど、シャムゲームさんという人がいましてね、シャムさんっていう、多分名前は知ってるって人多いんじゃないかな。そのシャムさんのファンのことを総称してオレオナミンと言うんですが、まあオレオナミンの由来っていうのはね、ここで言ったらどうかなっていうこともあるんで言わないんですけど、まあ僕は完全にオレオナミンでございます。もうシャムゲームのファン、シャムゲームさんのファンでございますが、やっぱり結構こう、シャムさんって、ネタにされることが多いんですよ。ネタにされるというか、こう、ちょっとバカにされるっていうことも多いと思うんですけど、僕は純粋にね、シャムさんの動画はね、結構好きなんですよね。なんか中二の夏休み感ってよく言われてるんですけど、動画がね、なんかすっげえわかるんですよね。なんかシャムさんのオリジナルメニューの動画とか見てたら、もう本当になんか、自分が中学生の頃にタイムスリップしたかのようなね、こう、非常にノスタルジーな気分にさせてくれるというか、シャムさん好きなんですよね。僕の動画、まあ、わかる人はわかると思うんですけど、僕の動画のね、一番初めに流してるムービーとか、一番最後に流してる、ちょっとこう、エンドロール的な感じのやつとか、あと、動画内で流してる BGM とかね、あそこら辺はね、結構シャムさんが使ってた BGM 使うことが多いですね。あれはね、シャムさんが好きなんで、シャムさんが使ってた BGM を意図的に僕も使ってます。で、今はね、もうあんまりなんだけど、もう動画の一番初めの方の動画とか、結構サングラスかけてたんですけど、あれはね、もう完全にシャムさん意識してましたね。もうシャムさん好きすぎて。はい。マツケンさん、レビューって本当に難しいでしょうね。おっしゃってたように、美味しいばかり言ってると、それに対しての批判もされてますよね。甘いのが好きな人と嫌いな人ではレビュー変わっちゃいますからね。一番いいのは、自分と好みが似てるレビューアーさんに出会うことですね。無料で見てるのに本当に批判ばかりする人もいますね。この人は、
美味しいばかりだから参考にならないって思っておけばいいだけで、わざわざ強めの言葉で批判する必要はないと思いますけどね。参考にならないなら見ないという選択肢もありますからね。うん、そうですね、その通り、その通りでございます。そうなんだよね、美味しいばかり言ってたらね、それに対しての批判っていうのも出てくるんだよね。それとかあのなんていうの、最近ツイッターで見かけたんですけど、YouTube で動画上げてる人は注意喚起しろみたいなね、バッテリーの注意喚起しろとか、内蔵バッテリーだからってね、なんかタイムラインに流れてきたんでしょ、あれ。なんか普通に元にこう後前座つけて置いてたら、それがこう発熱して大型火事になってたみたいな、僕も見たんですけど、ああいうのをこう注意喚起しろみたいなこと書いてる人がいたんですけど、注意喚起しろって言ったって注意喚起の動画は結構上がってますからね、もうすでに。うん、バッテリーの話とか結構僕も動画上げようかなと思ったこともあったんですけど、そのバッテリーのスペックなり抵抗値の話なりね、ちょっとそれを動画にしようかなと思ったこともあったんだけど、もうバッテリーのその動画だったりスペックの話だったりとかさ、そのバッテリーの使用上の注意の話だったり、メカニカルのメンテナンスの話だったりっていう動画はもう結構上がってるし、ブログで結構それ書いてる人もいっぱいいますからね、調べたらなんぼでも出てくるんですよ、そういうのって。で、僕が例えばバッテリーの話とかを動画にして出した場合に、その元々上がってるバッテリー関係の注意喚起系の動画と、僕が後から上げた注意喚起系の動画の話がずれてる場合があるじゃないですか。細かい数値が違ってたりとか、言ってること、向こうが言ってることと僕が言ってることが違う場合があるんでね。だからそういう場合って結構混乱するじゃないですか、情報がこういっぱい無駄に大量に出ちゃうと。うん、だからああいうのってちょっとね、ちょっと気使うっていうか、いたずらに混乱させるだけっていう場合もあるんでね。だからまあ僕はもうバッテリーの話とかああいうのは動画には多分しないっすね。そのメカとかあそこら辺の、例えばこう持ち運ぶときはバッテリー抜いた方がいいよとか、後前がつけてないのにバッテリーを入れちゃったらダメ、危ないよとかね、バッテリーの被膜が破れてるのは使わない方がいいとか、テクニカルだから大丈夫ってことはないんで、注意してくださいとかね、そういうことは当然動画内でもちょこちょこ今まででも言ってますけど、まあ難しいよね。だからレビューとかでもそうなんですけどね、味の好みっていうのはやっぱり人によって違うんでね、だからまあ当てになる場合と当てにならない場合は当然あるんだけど、美味しいか美味しくないかっていうのはあんまり当てにしないでもいいかなと思いますね。どっちかっていうとこう吸った時にこういう味がするとか、こういうタイプの味がするとかね、なんかそういう情報を、聞いたらいいのかなと思いますけど、その人が美味しいか美味しくないかは別に当てにしなくてもいいかなと思います。いろんな人がいるからね、自分の意見に賛同してくれる人もいれば、それは違うだろうと思う人もいるのは当然の話なんで、まああんまり気にしないで自然体でねレビューするのがいいのかなと思いますけどね。まあなかなか難しいと思えば難しいし、気にしないでおこうと思えば気にしないでいいような話でもあるしね。まあ私はあんまり気にしないようにしようと思っております。金又さん、金又さんですね、 YouTuber の金又さんです。アキラさん、米変身お疲れ様です。お疲れ様でございます。これいいですね、これいいですねってあれですか、このろうそくを、ろうそくのことですかね。ここにこう前巻いてましたからね、こうやってね。ちなみにオラの場合は逆で、小さいつがある方が優しく感じます。これは地域性とかで賛否両論なんでしょうね。地域性、マタさんはあれですよね、関東の方ですもんね。関東の方って言ったら標準語に近いんですかね。僕の方はもう結構こう関西弁なんで、ちょっと関東と関西でイントネーションとかも違いますんで、やっぱりちょっと感じ方が違うかもしれないですね。僕んとこはもう完全に汚ねっていうよりも、汚ねっていう方がなんかすっげえ悪意を感じるというか、強く感じちゃいますね。ちなみにマタさんもぜひこれいいですねっていうやつ、このろうそくでこうやってみてくださいよ。期待してます。マタさんがこう動画をポンと上げた時にこう再生したら、もう何事もなく普通にろうそくをこう頭に巻いてやっているというね。できれば僕はこれ電池でこうつくライトのやつなんですけど、マタさんはねぜひね、本物のろうそくでやっていただきたい。マタさんにはぜひ本物のろうそくでやっていただきたい。しかし仏壇とかで使うようなこう白いやつは火傷しちゃうんで、例えば SM とかで使われるね、ちょっとあるじゃないですか、こう真っ赤っかの、なんていうんですかね、低温ろうそくっていうんですかね、ああいうの
詳しくは分かんないけど、あれは多分こう溶ける温度が低めに設定されてるはずなんで、多分やけどするかしないかぐらいのラインだと思うんだよね。あの白いやつはやけどすると思うんで、ぜひね、こう SM 用の低温ろうそく2本をこう頭につけて、で火をつけてですね、それでベイプのレビューをしていただきたいなと思います。まあ、その多分まあ、10分15分ぐらいだと思うんで、だいたいそのレビューの時間が、10分15分経つごとにこうだんだんろうそくが溶けていってですね、でマタさんのお顔がこう赤いろうそくで染まっていくというところを、期待しておりますんでぜひぜひやってみてくださいでもマタさんがもしその SM 用のね高温ろうそくを使って動画を撮った場合、じゃあ今度私はその、何しましょうかね、何しましょうかね、私は。じゃあ、いや、私の場合はマタさんがその SM の高温ろうそくで、頭を巻きつけてねレビューした場合、私はじゃあ次は全身亀甲縛りでレビューを撮るということにいたしましょうかね。はい、じゃあそれでいきましょう。はい、ぜひよろしくお願いいたしますということで、KS さん、飼い猫可愛いといただきありがとうございます。いえいえ、可愛いですよ。この猫ちゃんは本当に可愛いですよ。写真の猫ともう一匹兄弟の猫を飼っています。あ、いいですね。以前は犬派でしたが、ペットショップで猫を見ていて猫を飼いたいと思い、今では猫派になっちゃいました。ベイプだけじゃないけど、レビューって本当に難しいでしょうね。好みは人それぞれなので、うまい、まずいじゃなくて自分の好みに合う、合わないと言ったようにレビューのコメントされてもいいかもしれないですね。僕は犬も猫も飼ってましたんでね、犬も猫も好きなんですけど、まあ、でも犬と猫って結構タイプが違いますもんね。なんか犬ってこう結構こう飼い主にこう忠実についていくみたいなタイプだと思うんだけど、猫はどっちかというとこう自由気ままになんか飼い主のなんかあれに、お前らには恋売らねえぞみたいな感じのね、まあ、僕の猫がそうだっただけかもしれないけど、レビューは本当にそうですね。なんかこうレビューする、好き勝手にレビューするんだったら楽かなと思うんだけど、方々に気遣い出したら難しいですね。まあ、僕はお前気遣ってないだろっていうコメントが来そうなんですけど、まああんまり気遣ってないんですけどねそうですね。うん、うまいまずいじゃなくて自分の好みに合わないって言った方が絶対いいと思います、僕も。まあ、僕も合うか合わないか、自分の好みに合うか合わないかっていう風に、言いたいなと思っておりますね。コメントいつもありがとうございます。天使の絶叫さん、好みがあるからレビューって難しいですよね。リキッドにしろ、頭にしろ、セッティングも好みがありますからね。私も味音痴ですが、いい意味で良かったと思ってます。ほとんどのものが美味しいと思うので。また提供あるんですね。おめでとうございます。ジャパニーズごますりの出番。続きを読む。あ、この続きを読むっていうのは文章ですね。実に巧妙な罠だな。そうですね。リキッドにしろ頭にしろセッティングも好みありますからね。なんか味が濃ければ濃いほどいいっていう人もいれば、味が濃すぎるのが苦手だっていう人もいるじゃないですか。なんかこう、どっちかっていうとこう、ほんのり味がするぐらいがちょうどいいっていう人も絶対いると思うんだよね。うん、僕はどっちかっていうと濃ければうまいっていうタイプなんですけど。まあでも、僕もね、味音痴なんですけどね。それはね、僕も得だなと思ってますよ。ベイプに限らずですけどね。大体、どんな飯食ってもうまいし、リキッドも大体のものは美味しいですけどね。まあでも、うん。まあ、メンソールとかね、清涼剤が強すぎるのはちょっと吸えないんですけど、また提供あるんですね。そうなんですよ。提供はね、もうこの Vlog の前にあげちゃったんですけど、これ、こちらの、エクスタルポット。久しぶりのポットをちょっとこうレビューさせてもらったんですけど、これやっぱりまあまあいいですよ、これ。うん、味もまあまあ出るしね。まあ楽だよね。もう楽なのが一番強みかなと思いますけどね。ちょっとね、ポットもありかなとは思っちゃいましたね。ジャパニーズゴマスリの出番。うん、もう僕ね、ゴマするのだけは得意なんだよね。うん、もう超ゴマすりますから。もう、もうゴマすりまくりますから、もうマジで。はい。コメントをどうもありがとうございます。そして、松本富雄さん、八つ墓村ですね。たたり、たたり。うん。これは、僕の先輩が実際に体験した本当のお話です。僕が高校3年生になった時、一つ上の県外の大学に行った先輩が夏休みに帰ってきてたんです。その時に僕は高校の先輩に聞いたんです。先輩、一人暮らしどうすか？楽しいっすか？って。そしたら先輩は、まあ浮かない表情しててね、いやーしか言わないんですよ。ちょっと明るいかな。いやーしか言わないんだよね。何があったんですか？
僕はそうやって先輩に聞いたんですよ。そしたら、いや、いろいろあって、一人暮らししてるマンションには、一ヶ月ぐらい帰ってないんだよね、と。で、一ヶ月ぐらい帰ってなくて、ずっと友達ん家で泊めてもらってて、まあ、それで今実家に夏休みで暇だから帰ってきたって言うんだよね。一体何かあったんですかって、僕は聞いたんですよ。そしたら、いやー、しか言わないんでね。いやー、教えてくださいよ、先輩って。僕と先輩の仲じゃないですかって。ね？うん。いやらしいビデオを交換したりとかしてた仲じゃないですか。教えてくださいよって。僕は言ったんですよ。そしたら、その先輩がようやく重たい口を開いたというか、まあ、ぽつりぽつりと僕に語り出したんですね。もともと先輩が住んでたマンションは、壁がすごい薄かったんです。で、もう隣の部屋の電気消す音とか、テレビをつける音だったり、まあ、隣でかけてる音楽だったりっていうのが聞こえてくるぐらい、まあ、壁が薄いマンションだったんですけど、先輩の部屋の隣の部屋の人が、まあ、ちょっと変わってた人みたいでね、先輩がバイトから帰ってきて、ちょっと音楽をかけようかなと思って、音楽をかけてたら、かけた途端にドンと音がするんです、隣の部屋から。それで音楽を消してね、テレビをつけたんです、今度は。テレビをつけたら、またドンって言うんですよ。もうとにかく、先輩が何か物音を立てるたびに、隣の部屋からドンドンと壁を蹴りつける音が聞こえてきて、すごいストレスに感じてたらしいんですね。まあそんな時に先輩がバイトから帰ってきて、まあいつものように隣の部屋の人に聞こえないように音量をちょっと下げながら再生してたんです、音楽を。そしたらまたドンっていう音が聞こえて、もうなんやねんこいつはと。なんなんこいつはほんま腹立つと思いながら、まあでももうトラブルになるのも嫌なんで、音楽を消して、それでもう10時過ぎぐらいには電気を消して眠っていたみたいなんです。そして、2時ぐらいに、隣の部屋から突然、ドーン！もう床が揺れるぐらい、すごい音がしたみたいなんですね。一体何があったんだと。俺は何もしてねえと。俺は普通に寝てたんだと。俺は何もしてないのに何なんだ、隣のやつだと。まあ、むしゃくしゃしながら結局その後眠りについて、それで朝を迎え、学校に行って、またバイトに行って、それでまた家に帰ってきた時に、家の周りに、パトカーが数台と親父馬が何人か、いたみたいなんです。これは一体何事だと。そう思った先輩は警察官に聞いてみたんですね。何かあったんですかと。あなたはここのマンションの住人の人ですかと。はい。じゃあどうぞと。中に通された時に、先輩の隣の部屋のドアが開いて、中から警察官がゾロゾロと出たり入ったりをしていたんです。何かあったんですかと聞くと、いや、実は隣の部屋で自殺があったんですと。え？隣の部屋の人はどうやら、前日の夜の9時ぐらい、ちょうど先輩がバイトから帰ってきて、音楽をかけていた時にドンと蹴られた後ぐらいに、首をつって亡くなっていたらしいんです。それじゃあ、夜中の2時ぐらいにすごい音がしたんですけど、あれ何なのかわかりますかと、警察官に聞いたところ、どうやら首をつった時に使っていたロープが切れたらしいんですよ。どうやら2時頃のドンっていう音は、首を吊っていたロープが切れて遺体が床に落下した時の音だったらしいんです。それを聞いた後に先輩はもう家に帰るのが怖くなって、1ヶ月ぐらいそこの自分の家には帰ることができなかったらしいです。その後その先輩は引っ越して、まあ順風満帆な大学生活を送ったらしいんですが、卒業するまで童貞だったらしいです。ああ怖い怖いと、まあこんな具合で、やっぱりね、人間が一番怖いっていうね。うん。やっぱお化けとかじゃないんだよね、怖いのは。人間の狂気が一番怖いという。はい。ということで、以上でコメント返信終わります。コメントどうもありがとうございました。また次回の動画というか、また次回の Vlog でコメント返信しようと思うんで、どんどんコメントください。なんでもいいんでね。はい。よろしくお願いします。そして、あ、そうや、そうや。最近ちょっと購入したベープ商品をね、ちょっとご紹介しとこうかなと思うんですけど。まずね、これちょっと、活かしてるんですよね。これ。これ何かわかりますか？これ。これはね、モッドスタンドとね、アトマイザースタンドになるんですけど、これ活かしてますよね、これ。これめっちゃかっこいいよね。これ雪風電子タバコ小物開発っていうショップさんがあるんですけど、そのショップさんがね、作られてる、
アトマイザースタンドとモッドスタンドになります。これマジかっこいいっす。ちょっとこれ一回乗せてみましょうかね。これチューブモッドスタンドなんですけど、こんな感じでね、チューブモッドが置けちゃうっていう、非常にかっこいい、こんな感じのね、めっちゃかっこいいですよね、これ。よくないですか、これ。これちょっと動画上では分かりにくいかもしれないけど、これちょっとこうメタリックな感じのね、グラデーションの。で、裏側が超かっこいい、これ。めっちゃいいですよね、これ。これ結構気に入ってるんですよ、僕。で、これ優れてるところが、こんな感じの形になってるんで、こう合わせたりとか、こう合わせたりとかもできちゃうっていう。こうでもいけるしね。どの面にでも、こう、どの面でもこうくっついちゃうっていう。もうめっちゃかっこいい、これ。めっちゃ気に入ってるんですよ。で、このアトマイザースタンドも、何個乗るのかな、これ。1、2、3、4、5、6、7。7個か。7個乗るんです。え？うん、7個。7個乗るんですけど、これ段々状になってるんで、アトマイザーが被ることがないっていうね。もうどのアトマイザーも結構こう、はっきり見えるっていう。コレクション用のね、スタンドとしてもすごい優秀っていう。で、これもこんな感じの形、同じ形してるんで、こう合わせてね。こういう感じでこう合わせて、チューブとアトマイザースタンドとこう繋げることができちゃうっていうね。いや、これはいい買い物したなと思いましたね。また興味ある方はね、雪風電子タバコ小物開発というね、ショップさんなんで、ぜひちょっと調べてみてください。ツイッターのアカウントもありますんでね。はい。で、あとは、これ買ったっすね。これ、ハイリクノーリキッドなんですけど、これ、ダンヒルっていうタバコリキッドっすね。これ、ダンヒルってタバコ、見たことはあるんだけどね、タバコはあれ、シガリロ？なんかハマキっすか、ダンヒルって。ハマキかタバコかわからんけど、ドンキホーテで見た記憶があるんだよね、なんか。ダンヒル吸ったことないんで、このダンヒル味かどうかわかんないんですけど、まあ、僕は紙巻き捨てた時はずっとショートホープだったんでね、ショートホープずっと捨てたんで、ショートホープ味があるんだったらショートホープ味吸いたかったんだけど、ショートホープなかったんで、まあ、ダンヒル買ってみようかなと思って、なんか活かしてるじゃないですか、名前が。なんか最近ハイリクのね、リキッドをね、ちょっと物色してるんだよね。ハイリクでこう、ちょっと上飲できそうなリキッドないかなと思って、できればちょっとこう、タバコ系でね、ちょっとハイリクのタバコ系でこれうまいっていうのあったら教えてください、ぜひ。はい。まだこれ捨てないんですけどね。で、あとね、これ買ったんですね。こちらの、ベアレアモッツの。これジェネシス用のアトマイザーですね。これこの色がかっこいいんで、色というかこのクリアな感じがね、このセンターポール以外はほとんど樹脂で作られてるという、こんな感じのジェネシス用のアトマイザーなんですけど、僕ジェネシスまだしたことないんで、ちょっとジェネシスチャレンジしてみようかなと思って勢いで買っちゃったんですけど、まだね、冒頭でも言ってたように私ちょっと最近忙しくてですね、ジェネシス全然チャレンジできてないっていう、買ったけど結局まだ全然触ってないっていう状態なんですけど、またジェネシスちょっと練習して、まあうまいこといけるようになったらまた動画にしようと思います。で、あとはこれも買ったんですよね。やっぱりジェネシス用にこうメッシュワイヤー、これ1枚ペラペラってなってるやつ買ったんですけど、ここら辺にシミがあるの見えます？これここら辺に。これはね、買った時から汚れてたんじゃなくてね、これをこう机の上にこうペッと置いてラーメン食べてたら汁飛んじゃって、ちょっとお汁のシミがねちょっと残っちゃってるんだけど、まあ焼き入れするからいいかなと思ってね、どうせ焼き入れするんでね、ラーメンの汁気も飛ぶでしょ、それで。はい。まあ最近購入したベイプ用品はこんなもんですかね。はい。もう本当はリキッドレビューとかいろいろ撮りたいのがまだいろいろあるんですけど、駆け足レビューの後前座とかね、次何撮ろうとか決まってるんですけど、まあ、なかなか最近ちょっと撮る機会がなくて、まあでもそれでもマイペースにちょっとこうポンポンと上げていきたいなと思っております。まあ最後に今回のコメントでいろいろとこう、僕がね前回の動画でこうレビューこういうレビューしたらこういう批判が来るとかいう話をしちゃったんで、結構こうレビューが難しいですよねっていうコメント結構いただいたんですけど、まあ私はもうね、もう批判の声だったりとかそういうのはもう一切気にせずにね、もう自分の思ったように、自然体でもうレビューしようかなと思ってますんで、まあ軽い気持ちで聞いてもらえたらいいかなと思います。でもう自然体でね、やっぱレビューしようと思ったらもう服も全部脱いですっぽんぽんでね、もう生まれたままの姿でレビューするしかないかなと最近思っちゃってまして、まあでもレビュー撮ってる時って大体手元しか映してないんでね、僕が服着てようが服着てなかろうがね、その動画上では分かんないんで、だから僕がこう結構こう言いたいことをレビューで言いたいことポンポン言ってたら、
あ、こいつ今裸で撮ってるなと思ってくれたらいいかなと思います。はい。ということでね、今回は Vlog ボリューム5ということで、また次回の動画もお楽しみに。ということで、アキラチャンネルアキラでした。ありがとうございました。それでは、さようなら。